はい、こんにちは、MB です。今日はエアリズムのお話。もうね、正直半袖も長袖もエアリズムの名作が今回出てるので、もうね、カットソーはもしかしたら普通はもうこの二方だけでいいのかもしれない。半袖も長袖もエアリズム、男は黙ってエアリズムなのかもしれない。はい、というわけで今日はユニクロのエアリズムのお話。長袖がエアリズムコットン UV カットクルーネックティー長袖1500円、そして半袖がエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ5分袖1500円ですね。この2つがエアリズム長袖半袖の2トップだと思っております。この2つちょっと解説していくとですね、まずエアリズムコットンオーバーサイズクルーネックティー半袖の方はですね、ユニクロ U ラインの方で出ているものでございます。マジでいいです。まあこれね、ユニクロの公式ライブ配信でも僕やったんです、説明したんですけれども、ちょっと繰り返させてもらうけど、これ本当全人類が買うべきだと思う。メンズだけじゃなくてレディースもオーバーサイズでメンズのバージョンを着るのすごくおすすめなので、ちょっとぜひ袖通してみてください。これ大型店限定とかじゃなくて全店展開に確かなってると思うので、ぜひ着用してみてください。何がいいかって、本当高級感と機能性を両立したところが素晴らしいと思います。ちょいちょいまあ、ここにコーディネート画像とか載せておくので、ちょっとチェックしながら見ていただきたいんですけれども、何が、普通のカットソー、普通のエアリズムと違うかっていうと、まあエアリズムって、まあ、当然だけど速乾性だったりとか通気性が高かったりとか接触冷感だったりとか着心地が良くて機能性が高いっていうのがエアリズムのすごく大きな特徴だったと思うんですけど、ただ残念ながらエアリズムって1枚できると肌着みたいに見えちゃうわけね。まあ、ペラペラで薄いしツヤっていうよりもテカリ感がすごいので、まあ、どうしても着るとですね、まあ、乳首が浮いちゃったりだとか、まあ、テカテカしてこう安っぽい印象があって、本当なんていうの肌着みたいな印象になってしまうことが多かったと思うんですけれども、ただまあ機能性的にはやっぱりエアリズムってなかなかすごいわけですよ。さっきも言った通り速乾性だったりとかね。なんだけど、じゃあエアリズムじゃなくて高級コットンでかっこよく見せられるもの、例えばまあスーピマだったりとかもそうなんですけど、スーピマコットンとかもそうですけど、まあそういった高級コットンで着用するってのはもちろんいいんだけど、そうするとエアリズムみたいな機能性ってもちろんないし、速乾性ってのもないし、シワでよりやすかったりもするし、天然繊維のコットンってのはなかなかやっぱりこう耐久性もそうだけど、まあ、機能性ってところでは劣るわけですね。そこでハイブリッドに作ったのがこのアイテムなんですよ。表側はコットン糸、そして裏側はエアリズム糸が出るように作ってるのがこのエアリズムコットンオーバーサイズクルーネクティなんですね。だから肌に当たる部分は機能性が高くて接触冷感だったりとか通気性が高いんだけど、表側の素材コットン糸はですね、高級コットンの糸を使っていて、つるっと綺麗な風合い、もう本当にブランド品みたいなめちゃめちゃいい風合いになってます。これで1500円。2枚の生地を重ねてるのって思う人もいるかもしれないですけど、2枚の生地を重ねて分厚くなってんじゃないのって思う人いるかもしれないんですけど、そうじゃなくてですね、生地の作り方で糸の出方を表側はコットン糸が出るように、裏側はエアリズム糸が出るようにしてるだけなので、別に2枚の生地を重ねてるダブルフェイスってわけじゃないです。なのでブカブカもしないしですね、分厚いような印象もないし暑苦しいものもありません。なので真夏全然使えます。でかなり着心地よくてですね、通気性よくて、しかも見た目も綺麗というところで全く文句ないです。これ何がすごいかって、まあ、高級コットンのつるっとした風合いでですね、で、なおかつオーバーサイズのトレンド感があって、で、オーバーサイズの T シャツってガサガサした素材でオーバーサイズ作っちゃうと、なんか本当にだらしない印象になるだけなんですね。なんだけど、このアイテムっていうのはつるっと光沢感があるからこそ大人っぽい印象をプラスできる。だからオーバーサイズで体の線隠してくれるんだけれども、つるっとしたツヤ感があるからこそ大人っぽい印象も出してくれるわけですね。オーバーサイズにすると体の線隠せるっていうメリットがあるけど、その分子供っぽくなっちゃうわけよ。ダボダボするからね。で、ツヤのある素材を使って、そのダボダボして子供っぽくなってるのを素材で大人っぽくしてる。だから体の線も隠せて大人っぽさもキープできるっていう、もう完璧なデザインなわけなんですけれども、これ何がすごいかって、僕ね、一番驚いたのは、普段ユニクロなんてって言ってるアパレルの人たちがこれ着てるってことなんですよ。僕の周りのアパレルの人間、結構気がついたらみんなこれ買ってたんですよ。ね、MB あれ知ってるって去年言われたんですよ。なんすかみたいな、ユニクロ U のカットソーめちゃくちゃいいの知ってるみたいな、俺5枚買いしたよみたいな言われて、いやそれ俺 MB チャンネルで超言ってるからみたいな、あごめん見てないわみたいなとか、でも本当にいつもは尖ってマルジェラとかそういうアイテムばっかり着てる人が T シャツはこれいいじゃんって買ってるんですよ。
だからプロが結構認めてるアイテムだと僕は、まあ僕自身もプロだから、まあ僕もあれなんだっけ、説得力ある程度あると思うけど、ただまあそれ以上に僕の周りの人間もみんなこれ手にしてるから、もう本当に疑いようがなくみんないいんだなというふうに、思うんですね。で、サイズ感なんですけれども、結構、好みあると思います。これね、実際 L サイズ、まあ僕175センチ68、9キロぐらいでですね、L サイズいつもユニクロでは着てるんですけれども、トップスはね。これも L サイズで十分のサイズ感です。まあぶっちゃけ M でも全然入るんですけれども、もともとオーバーサイズで肩幅も広くて身幅も広いシルエットになっているので、まあ L 選んで、ジャストサイズ選んでもですね、そんなにピタッとしなくて、ちょうどいい緩さになります。で、これが好きっていう人もいるだろうし、個人的にはですね、僕の着用画像とか、これとか 4XL で、着てますけども、4XL でちょっとダボっとして着るのもいいですし、ただ 4XL ですと着丈も長くなるので、ちょっとダボダボ感が強くなるから、僕は 4XL のカットソーをですね、こういうスラックスにインして着るのが好きですね。スラックスもこれちなみにユニクロ U のアイテムでですね、ユニクロ U のなんだっけこれ、テーパードなんちゃらかんちゃら、スラックス。テーパーでやってるちょっとウールライクなスラックスですけれども、まあ、多分この辺に商品名出てると思うんで参考にしてみてください。まあ本当これだけで全然おしゃれになれるので、まあもちろんあの夏のおしゃれが T シャツだけで完成するとは全然思ってないんですけど、でも初心者さんはもう本当これだけでとりあえずいいと思うんですよ。これから洋服着ようとか、これからかっこよくなろうとか、これからおしゃれをしようって思う人が、じゃあ何から買えばいいかとか、ブランド物買わなきゃいけないかとか、何買わなきゃいけないとか結構悩むと思うのね。でそういう時にこれっていうまず一つ入門編みたいなのがあると文句ないじゃないですか、便利じゃないですか。でなおかつこれって今説明しているものってアパレルの人たちとか僕自身もめちゃめちゃプライベートで着るようなクオリティの高いもので、なおかつ初心者さんが着ても別に着こなしが難しいわけじゃないじゃないですか。 T シャツに単純にユニクロ U で展開されているこういうスラックス合わせてあげればそれだけでいいわけだから、誰でも簡単にそれなりになれるわけですよ。これで完成、もうこれでおしゃれは全然いいですとまでは言わないけど、でも夏のテンプレートかもしれないけど、とりあえずの入門スタイルとして、何にもわかんない人の入門スタイルとしてこれがあって値段も安く手に入るんだったら、まあ、これ以上ないと思うんですよね。だからユニクロってすごいいいことしてると思うんですよ。まあね、ユニクロがこう大量生産で同じものバーッと出してるからファッションの文化が破壊されてるみたいなこと言う人もいるし、もちろんそういう側面もあるんじゃないのかなとは思うけど、でも今まで洋服に興味のない人にですね、こうやってこれとこれさえ買えば簡単におしゃれができますよっていう入門の入り口を作ってるっていうのはすごくいいことです。みんながみんなテンプレート的な着こなしでそれでおしゃれが成立するかって言われたら、そんなにファッションの文化っていうのは浅いものじゃないから、例えば自分の個性だったりとか自分の感度を信じていろんなものを試したりっていうところに進んでいくのって素晴らしいことだと思うけど、じゃあ一番初めからこれからファッション勉強したいんですけど、これからおしゃれになりたいんだけど、僕は何を着ればいいですか、何が一番おしゃれなんですかって言われた時に、いや自分の好きなものとか自分の個性を信じて着るのがおしゃれなんだよって言われたら絶望しかないじゃないですか。個性、自分の好きなもの、好きなものが分かんないんだけどって感じになるじゃないですか。僕ギター始めたいんですけど、どのギター買えばいいですかって聞いてきた人に、すっげえなんかこうちょっと斜めに構えたギタリストとかこういうこと言うわけですよ。自分が弾いてフィーリングがあったギターが一番いいよとかって言うわけですよ。それは確かに事実だと思うんだけど、そうだと思うんだけど、真理はそうだと思うけど、初心者からするとそれ言われると絶望しかないのね。いやそれは分かるんだけど、まず初めに買って間違いないものを教えてほしいって当然思うじゃんね。受験勉強だったらとりあえず何から始めればいいのって言われて、単語帳はこれがベストセラーだからこれ使ってばまあとりあえず間違いないよって言われたら安心するじゃないですか。でそこから、いやでもちょっと使いにくいからこっちの方が俺はいいなとか、こっちの方がいいなとかっていう個性に進んでいくわけじゃん。誰だって一番初めはテンプレートみたいな説明書みたいなところからスタートして、そこから派生していくっていうのが文化じゃないですか。学問でもそうだし文化でもそうだし全てにおいてそうだと思うのに、入り口を作らないのってアパレルの大きな負の遺産だと僕は思うんですね。長年かけてアパレルって入り口作ってこなかったんですよ。でもユニクロって確かに文化の破壊っていう側面ももしかしたらあるかもしれないけど、入り口っていうところを作って人口を多くして、その文化を楽しむ人を可能な限り増やしてるっていう側面が、そっちの方がやっぱりメリットとしてはでかいから、すっぽり素晴らしい活動されてるなというふうに思うんですね。なのでまあ確かにこの辺の2つ組み合わせた時に、テンプレートって言えばテンプレートなんだけど、でもそれでとりあえずいいじゃんって、これでまず今年は絶対おしゃれには見えるから、
ある程度おしゃれには見える。これが120点満点のおしゃれかって言われるとそんなことはないけど、70点ぐらいのおしゃれは絶対これで取れるので、まずはここから夏の着こなし試してみてもいいんじゃないのかなっていう話ですね。で、なおかつこのユニクロ U のオーバーサイズクルネックティは結構早い段階で色とかサイズが起こりやすいので、人気アイテムなので起こりやすいので、まあ好きな色、まあ例えばネイビーとか白とか黒とかが今年だったらまあ割とこうスタンダードの色だと思うので、その辺欲しい人はまあなるべく早めに手にした方がいいと思います。1500円で安いしね。で、もしくはですね、ちょっと変わった色にチャレンジしたいっていう人は、今年意外とですね、ピンクとかいいかなというふうに思います。こういうちょっと薄めのピンクですね、スモーキーなピンクを今回新色で展開してるんですけど、個人的には黒系のスタイルとかにここのピンクとか合わせてあげたりすると結構かっこいいなと思うので、ぜひ手にしてみてください。ベーシックなこういう白もいいんだけど、今年はね、白じゃなくてこういうエクリュカラー、まあ、グレーみたいな、ベージュみたいなエクリュカラーが出てるので、このエクリュカラー今年っぽい、実に今年っぽい色だと思います。まあ、今年トレンドカラーグレーも入ってますし、まあ、真っ白ってのもいいんだけど、こういうちょっとベージュがかったような、白なんだけど白じゃない。まあなんだろうな、ちょっとだけ変化のある色っていうものを、まあ、いつものモノトーンのスタイルではなくて、こういう風な、ちょっとだけ色を入れてあげたりすると、さらに今年っぽくなると思うので、ぜひチェックしてみてください。あともう一つ、長袖もあるんですね。長袖はちょっと素材感違うっちゃ違うんですけど、この、僕が今着てるやつです。エアリズム、コットン UV カットクルーネックティーか、長袖、1500円ですね。半袖の話、今からされても困るんだけどっていう人は、ぜひ長袖こっちチェックしてみてください。これもね、話としては似てます。エアリズムで機能性が高いんだけど、もう見た目にはですね、通常のエアリズム、テカテカしたエアリズムと違って、ちょっとこう、くすんだような、マットな風合いになっていてですね、1枚で着ても全然かっこよくなります。で、去年相当売れたみたいで、まあ、一番ね、これ黒、白、グレーとかしかやってなかったと思うんだけど、色味かなり展開増えてですね、強化してやってきてます。で、今年はね、ちょっとこういうスモーキーな色、こういうスモーキーブルーだったりとか、こういうスモーキーグリーンだったりとか、あとはこちらもエクリューみたいな、白じゃなくてちょっとくすんだベージュみたいなグレーみたいなエクリューカラーも展開してるので、この辺のスモークカラーとかを選んであげたりするとですね、黒白の、いつもの黒白の感じよりもずっとこう垢抜けて見えると思うので、今年はこの辺のスモーキーカラーにチャレンジしてもいいと思います。で、これもですね、L サイズとかで全然、僕いつも L サイズ着てるから L サイズって言っちゃうんだけど、L サイズ、いつものジャストサイズ選んでも全然いいんだけど、個人的にはね、これはオーバーサイズでタックインするのがめちゃめちゃかっこいいです。こんな感じですね。オーバーサイズってどのぐらいかっていうと、僕も今着てるの 4XL なんだけど、4XL ぐらいを着て、着丈そうすると長くなるので、タックインして合わせるとめっちゃかっこいいです。これ、さっきの半袖のタイプは別にジャストサイズ選んでもいいし、好みだったら 4XL でもいいですよみたいなこと言ったんですけど、これは大きめの方が僕はおすすめします。っていうのも、さっきのエアリズムの半袖のタイプは、もともとゆったり作ってあるから、L サイズでジャストサイズで買っても、あんまりこう窮屈な感じしないんですけど、これ割とジャストで作ってるんですよ。だから、いつもの感覚で L サイズ選んでもいいんだけど、ちょっとね、細身な感じがあってですね、若干今年っぽい印象じゃないんですね。今年やっぱりどちらかというとリラックスフィットの印象が強いので、ちょっとゆったりしてる方が今っぽくかっこよくなると思います。あとはですね、このツヤ感のあるエアリズムなので、まあ、マットな表情とはいえどですね、ある程度光沢感もあるので、オーバーサイズで着ても決して子供っぽくなることないです。ただオーバーサイズにするとちょっとゆったりとリラックス感があって、こう素肌が見えたりして色気も出るんだけど、着丈だけがちょっと長くなってですね、ダボつきが嫌っていう人いると思うので、そういう人はですね、もちろん出してきても全然おしゃれはできるんだけど、まずはですね、タックインしてみるといいと思います。こんな感じでね。で、黒のスラックスとかにタックインしてあげて、黒の靴とか合わせてあげたら、まあ、失敗ないと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。まあ、この画像とかを参考に真似してですね、試してみると、まずはですね、春先の春夏のテンプレートみたいなスタイルが一個できると思うので、そうするとまあ、なんかね、これ着てれば、まあ、とりあえず OK みたいなのがあると、気分も楽じゃないですか。なんか出かけるときに、こうなんかこうでもない、ああでもないって鏡の前で一人ファッションショーするの大変でしょ？めんどくさいじゃないですか。その時に頼れる一つの型が一つあれば、テンプレートでもいいから一つあれば、まあ本当に気分よく外に出れるし、で余裕持ってなんかこういろいろ試せるじゃないですか。試したけど、明日なんかよくわかんないやダメだな、やっぱこっちで行こうみたいなできるじゃないですか。安排があればね。着こなしの安排が一個あると、シーズンで一個でもあるとですね、気持ちが楽ですよね。外に出やすくなると思うので、ぜひチェックしてみてください。はい。
そんな感じ、今回はユニクロのエアリズム2型紹介させていただきました。本当にこの2型は絶対1500円じゃ買えないレベル。だって2枚買っても3000円だよ。長袖と半袖揃えても3000円なんで、もう本当にですね、もちろんこれより面白いカットソーっていっぱいあります。いろんなカットソーって世の中いっぱいあるので、別にこれでカットソーの話終わりなわけじゃないんだけど、特にファッションに興味がない人はですね、正直この長袖と半袖のエアリズム、その2型あれば春夏は乗り切れるぐらいだと思います。そのぐらいいいアイテムだし、機能性も高く美しいカットソーだと思います。ぜひチェックしてみてください。はい、ちなみに私毎週日曜日メルマガ配信しております。メルマガではですね、限定ライブ配信、全ての質問に答える限定ライブ配信だったりとか、読者さんのコーディネートに動画で回答する、まあ、読者さんのコーディネートを見てですね、ここがこうだこうだみたいなことをやる、限定動画だったりとか、毎週様々な限定動画を配信しております。でテキストの方もですね合わせて配信していて、毎週5万文字ぐらいの分量で配信しているので、テキストも動画も一緒に送られてきてですね、大ボリュームでファッションの勉強ができます。 YouTube では言えない危険な内容もガンガン喋ってるので、よかったら概要欄から登録してみてください。初月無料なんで、気に入らなければ初月のうちに解約してもらえればお金はかかりません。はい、MB チャンネル普段はファッションロジック、豆知識、商品紹介などを行っていますが、美容の話やビジネスの話の男性を総合的にサポートするチャンネルとなっています。よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。